近頃のスポーツブームの中で日本古来のスポーツ、さまざまな武道も日本はもとより世界的に人気を博しているようです。今日最初のコーナーでは、空手道大道塾の代表で、先頃ご自分の空手人生をご本になさいました空手師範の東隆先生でございます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。こちらが今話題のはみ出し空手というご本でございますね。これはどういうきっかけでご本を出しになることになったんですか？新しいルールが去年から始まったんですけどね、それを説明するための、教本を最初作るつもりだったですね。技的にもいろんなその変化がありますから、それの一つの何て言うんですかね、味付けといいますかね、エピソードを含めたり、またその、いろいろ今までの経緯みたいなのを書くつもりで、書いたんですけど、それの方が少し多くなりましてね、それで先にその話ということで出たんです。そうですか、空手の教本を書こうと思って、その前にまずご自身の反省のご本の方が先に出てしまったということなんですが、もう大変な反響だそうですね。あ、おかげさまで。どのぐらい売れてらっしゃるんですか？今かなり、3版っていうんですか、2万越して。そうですか。もう第3版が発売になっているということですね。なんか東京の方でサイン会もなさったということですね。そうです。こちらですね、紀伊国屋書店といいますと新宿の大きな屋さんですね。こちらでサイン会をなさったわけですか。はい。何名ぐらいの方？200人ぐらいですかね。最初何人来るかなと思ってあれだったんですけどね、おかげさまで行きまして、シャツに変えてくれなんて、ね、そうですか。ご自分でもこんなに反響あるとは思ってらっしゃいませんでしたでしょ。そうですね。やはりそれだけ空手の人気というものが。そうでしょうね。こういうのを一つのきっかけにしてね、空手に興味を持ってもらえるんだったら本当にいいことだと思ってますけど。そうですか。サイン会をなさったりしてもう大変な反響だということなんですが、この空手の魅力ですね、これはどういったものなんでしょうか？古来からあるいわゆる武道精神といいますかね、精神力を練るっていうのは一番最初だと思うんですけども、あとはそのいわゆるそのよく、昔からやります小欲大を制すとか中欲豪を制すっていうふうに、その体力的なハンデがあってもですね、その練習することによってそれをその克服できるっていうところが一番魅力なんじゃないですかね。ということは努力次第で、はい、体が小さくたり、はい、具体的にちょっとあれでも、勝つことができる。そうですね。今度のルールは特に、投げてもいいっていうルール入ってますし、あと無差別の試合の場合は急所攻撃してもいいというルールになってますからね。そうなんですか。こちらが先生の道場ですね。そうです。たくさんの方が今練習していらっしゃいますが、これはどちらにあるんですか？五つ橋です。何人ぐらいの？こっちは300ぐらいですね。あと支部が300ぐらいですから、ずいぶんたくさんです、ね。ええ、女性の方もそうですね、いらっしゃるんですね。さまざまなコースもあるんですよね。いろんな、子どものクラス3歳からありますけども、あとはいわゆる普通のクラスですね。あとは女子のクラスで、今度は週に1回ぐらいしか練習できない、仕事を持っているような人の場合ですね、そういうクラス、特別クラスあります。中年になってからお始めになる方もいらっしゃる。もちろんいますね、はい。どういったきっかけでなさるんでしょうね。やはり一番なんていうんですかね、器具もそんなにいらないし、場所も取らないしっていうことじゃないですかね。気軽にできるし、そしてまた日本古来の精神的なものっていう、礼儀作法なんかも身につくんでしょうね。そうですね。子供の場合なんか特に礼儀作法っていうことで親御さんに連れてくる場合が多いですね。そうですか。これは今出てます、道場区。こちらはどういう練習方法なんですか？これはいわゆるその試合を想定したスパーリングっていう練習ですけどね、一番この試合は軽く最初やるんですよね。お互いにその技を、向上させるために、全部 100% の力で蹴ったり突いたりはしないで、軽くお互いの技を伸ばすためにやる練習ですね。このヘルメットをかぶっていますが、これはどういうことなんでしょうか？これは要するにこれをつけることによって顔面も、打てるということですね。例えばボクシングの中ですとグローブつけてることによって顔面投げてますけどね、空手の場合はそのいわゆるグローブつけたんで空手じゃないということ で、それでいわゆるいろんなルールが出たんですけども、一つ当てちゃダメだっていうルールとか、顔面だけは当てちゃダメだとかあるんですけど、これだと顔面も投げているわけですね。しかも、ほとんど素手でできると。しかもその顔面が防護されてますからね、その安全性という意味でも高いということですね。
いろいろの流派があると思うんですけれども、こちらはどういうルールなんでしょうか。ですから、まあ、突き蹴り、それに投げですね、はい、何をやってるということですね。よりその現実的な戦いの姿に近いということでしょうね。しかも安全にそれができるということですね、うん、じゃあ今までのルールなんかにとらわれていないという。そうですね、とらわれていないというよりもどのルールでやっている人でも参加しようと思えばできるということですね、はい、で全く新しい空手という感じですね、うん、まあ、今までもグローブでやはり顔面にこういう防具をつけてグローブで殴るという方法があったんですけどね、はい、今回素手で殴ってもいいというのはマスクができたんですね。空手と言いますと瓦をこう割ったりとか、はい、そういうイメージがあるんですけど、今拝見してますとなんかキックボクシングの試合を見ているような、はい、そういった感じですね。そうですね、聞くと違うところというのはいわゆるですから、そのグローブつけないで素手に近い状態でできると、はい、しかもその顔面にそのボングつけてますから、うん、思い切り殴ってもその後に後遺症がないっていうことですね。そういう利点もあるわけですね。そうですね、はい、今テレビご覧になっている方でぜひ勉強してみたいなっていう方いらっしゃったと思うんですけれども、どうしたらよろしいんでしょうか。道場に来てもらえばですね、うん、その日からでも練習できますから。そうですか、はい、さて先生のところでは、はい、この新しいルールでですね、はい、宮城テレビ杯の争奪大会を開いているということなんですが、はい、今年は今年は10月24日にスポーツセンターで、うん、去年も行ったんですけどもね、うん、これはどういった趣旨。これは先ほど言いましたように、とにかくそのルールの違う選手でも出てくださいと、うん、まあ、はっきり言って反則技っていうのがもうほとんどないわけですよね、うん、何をしてもいいわけですからねですからいろんなそのタイプの選手が出れるわけです、うん、去年はまあボクシングの経験者とかキックボクシングの経験者とか、柔道経験したとかそういう人も出てますからね。そうなんですか。別にじゃあ空手の選手だけが集まってそうですね、大会というのね、そうじゃないですね、はい、本当に強いものが勝ち残れる。そうですね、まあ、実際例えば空手突き蹴りだけでやりますとね、はい、だからその突き蹴りが決まらないでもつれ合ったりすると簡単に投げられる場合が多いんですよね、はい、とは普段からこういうふうに投げの練習もしてると、うん、そうでもないですよね。頑張ることができるし、あと突き蹴りで反撃できるっていうことがあるもんですからね。そうですか。じゃあ我と思わん方はぜひこの秋の大会に出場していただきたいですね。そうですね、ぜひ。はい、わかりました。今日は東さんどうもありがとうございました。はい、した。さて続いてのコーナーでございます。最近ジャズシンガーとして大変脚光を浴びております有村圭さんです。それでは